韓国史第153話「石壁の巻陣人中疑念なし」その後すぐ後の諜報機関は細胞調印の二将が早々に殺されて敵の水軍司令部はすっかり首脳部を入れ替えたという事実を知った周囲はそれを聞いて「どうだ俺の計略は」。 白人が弓を引いてかける鳥を威当てたように当たったろうがとろしくへ誇ったよほど得意だったと見えてなお問わず語りにあの細胞長員の2人が水軍を統率している間は油断がならぬと千夜のこと以来憂えていたがこれでもう義の船手も恐るるに足らん早晩早々の運命は この棚心のうちにあろうと言ってまたふと「だがこの辛抱を我が慶と知る者は今のところ味方にもないがあるいは孔明だけはどう考えているかわからん。ひとつご変が触らぬ顔して孔明を訪れ彼がこのことを何と批判するか探ってみぬかそれも後々の備えに心得ておく必要があるからな。 と付け加えた。翌日露宿は孔明の船住まいを訪れた一層の船を港岸につないで孔明は戦争の連を垂れていた「この頃は軍務に忙しくついご無沙汰していましたがおかわりありませんか」「ミラルルごとく至って無量ですが」 実は今日にも一度出向いて、親しく宗とくえ、がを述べたいと思っていたところです。がをほうほう、一体何のお喜びがあってあなたがご存じないわけがないが、いや、ボームに追われていたせいか、まだ何も聞いていません。ガとは、何事をさしておっしゃるのか。つまり、 寿徳があなたをここへ遣わして私の胸を探らせようとなすったそのことです。えっろしくは色を失ってぼう然孔明の顔をしばらく眺めていたが「先生どうしてそれをご承知なのですかお尋ねは愚です。 召喚をすら守備よく欺き得た州都寅の英知ではありませんか今に自然お悟りになるに違いないいやどうも先生の名札には驚きましたそう申されては一言もありませんともあれ召喚を逆に用いて細胞長院を除いたことは 州都督としてまことに大成功でした。即分するに曹操は2人の亡き後へ孟海・雨樹を登用して水軍の都督に任じもっぱら四季の刷新と長蓮に田んぼも怠らずとか言われていますが元来孟海も雨樹も戦軍の大将という器ではありません。やがて自ら破壊を求め にも個とを見るより明らかです「何から何まで先を言われてろしくは口を開くこともせずただあきれ顔していたそして非常に間の悪い気もするので無用な世間話などを持ち出し辛くも座談を繕って方法の体に立ち返え 彼の帰りかける時孔明は船の外まで送ってきてこう彼の口を戒めた「本陣へお戻りになってもすでに孔明がこの度の刑を知っていたということは州都督へもどうか言わないでおいてください。もしそれと聞けば」。 トトクはまた必ずこの光明をそうとなさるに違いない。人間の心理というものは不思議なものに作用されがちですからな。ろしくはうなずいて彼と別れてきたが、周囲の顔を見ると隠していられなかった。ありのままを覆面して光明の鏡眼には全く肝をつぶされました。 穴が今日ばかりではありませんが」とつい周囲に向かって全てを思惟に語ってしまった露宿の覆名を聞いて周囲はいよいよ孔明を恐れた慶願冥殺彼のごときものを呉の陣中に養っておくことは呉の内情や軍の機密を 思いのまま探ってくれとこちらから頼んで保護してやっているようなものであると思った。と言って今更孔明を過去へ返さんかこれまた後日の災いたるや出場であるたとえ玄徳をごの欲かに入れても彼のごとき大才が玄徳についていては決していつまでそれに甘んじているはずはない。 「その時に至れば孔明が今日五の内情を見ていることがことごとく五の不利となって帰ってくるだろう。しかずいかなる手段と犠牲を覚悟しても今のうちに孔明の息の根を止めてしまうに限る。そうだそれに限る。<laughs> 周囲が一人して大きくつぶやいたので。 ろしくは怪しみながら「ととくそれに限るとは何のことですか?」と尋ねた周囲は笑って「聞くまでもあるまい孔明を殺すことだ断じて彼を生かしておけん」という信念を俺は改めてここに固めた理由なく彼を殺せば 一斉の非難を受けましょう五は真偽のない国であると謳われては五のためにどうでしょうかいや思念をもって殺すのはいけないだろうしかし行動をもって公然殺す方法がなくもあるまい数日の後軍議が開かれた五の諸大将はもちろん 孔明も席にかねてたくらむところのある周囲は評議の末にふと話題をとらえて「先生水上の戦いに持ちうる武器としては何を一番大量に備えておくべきでしょうか」と孔明を顧みて質問した「将来は船戦にも」。 特殊な武器が発明されるかもしれませんがやはり現状では石弓に勝るものはありますまい孔明の答えを「思うつぼ」とうなずいてみせながら周囲はなお言葉を重ねた「昔周の太公望は自ら陣中で巧みを得して多くの武器を作らせたと聞きますが。 先生も一つ五のために十万の矢を作っていただけまいか元より家事矢がらし塗り紙などの交渉はいくらでもお使いになってご陣中には今そんなに矢がご不足ですかされば工場の対戦となれば今貯蔵の矢数ぐらいは瞬く間に使い果たして 不足をきたすであろうと考えられる。よろし、作りましょう。十日のうちにできますか。十日、無理は無理であろうが。いや、明日の辺も知れぬ戦いの中、十日などと長い期間を置いては、その間にどんなことが突発しようも知れますまい。 十万の矢は3日の間に必ず作り上げましょう。えっ3日のうちにそうです。陣中に疑念なしよもやお戯れではあるまいな。何でかかることに戯れを言いましょう。3回したあとの人なきところでろしくはそっと周囲へ行っ どうもおかしい、孔明の今日の言葉は腹にもない偽りではないでしょうか。庶人の前で好んで不審の弦を吐くはずはあるまい。でも3日の間に10万の矢が作れるわけはありません。あまりに自分の才覚を誇りすぎてついあんな大言を吐いてしまったのだろう。 自ら命を碁へ送るものだ。思うに過去へ逃げ帰るつもりではないでしょうか。いかに命が惜しくても孔明たるものが笑いを残して醜い逃げ隠れもなるまいが。しかし念のためだ。孔明の船へ行ってまたそれとなく彼の景色を伺ってみたまえ。 夜に入ったので露宿はあくる朝早めに起き入れて孔明の船を訪ねた孔明は外にいて太閤の水で顔を洗っていた「いやあおはよう」と晴れ晴れ言いながら洋流の下の一席に腰掛けて「昨日はひどい目に遭いましたよ。 敬としたことがどうもお人が悪い」と平常の様子よりもしごくのどかな顔つきに見えるろしくも敷いて明るく「なぜですかそれがしが人が悪いとは」でも体型は孔明があれほど固くお口止めしたのにすぐありのまま「周遊徳へ」 私の意中を皆しゃべってしまったでしょう。ゆえに私は周都督から油断のならぬ男とにらまれ、三日のうちに十万の矢を作るべしと難題を命じられてしまいました。もしできなかったら軍法に照らされ必ず残罪に処せられましょう。なんとかよい思案を授けて私を助けてください。 これはめいわくなおせをうけたまわるもの。ととくがはじめ十日以内と言われたの先生自ら三日のうちにしてみせんと好んで災いを求められたのではありませんか。いまさらそれが死にもどうすることもできはしませぬ。いやととくへむかって役をといてほしいなどと。 ななしをお願いい。する次第では五変の支配下にある子孫五六百人ばかりと船二十余葬としばらく孔明のためにお貸し願いたいのだがそれをどうするので?」。「船ごと子孫三十人を乗せて船体は全て青い布とつかねた藁で覆いこの騎士に揃えて下されば」。 三日目までに必ず十万の矢を作り上げ周都督の本陣まで運ばせますただしまたこのことも決して周都督にはご内密に願いたいあるいは都督がお許しなきやも知れませんからろしくは立ち返ってまたもそのとおりに周ゆへ告げたあまりにも 孔明の言い分が機械でたまらないので一体どういう腹だろうかを周囲の意見に尋ねてみたい気もあったからである「わからんな」周囲も首を傾けて考え込んだきりであったこうなると2人とも孔明が何を考えてそんな不可思議な準備を頼むのか。 やらせてみたい気がしないでもないどうしましょうまあやるだけのことをやらせてみていたらどうだ十分警戒は要するなではともかく船二十艘に望みの兵を貸してみましょうかうんしかし油断するな心得ています 第二日目の日も過ぎて三日目の夜となったそれまでに二十艘の氷船は孔明の指図通りわらと布ですっかり偽装を終わり各船に兵三十人ずつ乗り込んでむなしくなすこともなく港岸につながれていた「先生いよいよ日元は今宵限りですな」。 ロシクが様子を見に来ると孔明は待っていたようにそうです。今宵一夜となりました。ついては大にながら宿敬にも一緒に来ていただけますまいか。どこへですか江北の岸へ。何をしにやがりに参るのです。やがりに。 孔明は笑いながら気厳がるロシクの手を取って船の内へ誘い入れた。